はい、皆さんこんにちは、モーシンです。今日もですね、ビットコインと XRP この両方をですね、この一本の動画で、相場分析をしていきたいと思います。今日が2019年の11月の14日木曜日ですね。今の時刻が20時9分です。で、今の、ビットコイン、まずビットコインの相場分析から始めていきたいと思いますけれども、今のビットコインの価格が、8600ドルあたりを推移している状況です。日本円でいうと93万4000円ぐらい、そのあたりの水準を、今ね推移している状況です。ビットコインですけれども、今日の昼以降でですね、また一段と下げてきました。95万水準あたりで推移していたんですけれども、そこからですね、約2万円幅ぐらい下げて、今93万というところですね。で、ビットコインについてもですね、まあ、XRP も後で説明しますけれども、本当にね、今重要な、局面というか、ここを抜けたらまずいよっていうラインにね、差し掛かっているというところですね。で、ビットコインの方ですけれども、こちら4時間足を映しておりますけれども、今ですね、いるこの8600ドル、93万円あたりの水準っていうのは、ここの赤いラインですね、ちょっと見えにくいかもしれませんけれども、はい、ここの赤いラインですね、ここで、まあ、この水準まで下げてきているというところですね。ここの水準が、まあ、8600ドルあたりの水準になっています。で、この8600ドルあたりがなぜ、ね、重要かというと、まあ、サポレジ転換が今、ね、起きているというところなんですね。ここから1段下げて、レジスタンスされていたポイントなんですね、ここっていうのは。で、先日のですね、日本円でいうと30万円以上のこう爆上げがあったと思いますけれども、そこでここのラインをですね、一気に抜けてきて、で、今またね、ここまで下げてきたというところですね。なので、まあ、こういう感じで、サポレジ転換が起きようとしていると。なので、ここでしっかりですね、サポートすることができれば、今ね、下がってますけれども、今の水準でサポートすることができれば、このままですね、上に上がっていく可能性っていうのもね、全然可能性としてはあるというところですね。まあ、チャートを見る限りですね、こう上昇していく過程で、このサポートレジスタンス転換っていうのはね、まあ、必須というか、こういうレジスタンスラインをサポートに変えて、上昇していくっていうのがですね、当然相場のセオリーになってきますので、まだまだね、こう今回下げてきましたけれども、ここで上げ返すというか、サポートされる可能性は全然あるかなというふうに思っています。で、まあ、上げた場合はそうなるわけですけれども、下げた場合ですね、ここを切った場合、皆さんご存知というか、ここを見てね、お分かりの通り、すっからかんですよね。まあ、一部でね、こう8200ドルの水平線だったりとか、ありますけれども、まあ、非常にですね、こうどこまで落ちるか分からないと、怖いような展開が、この後ね、待っています。で、一応ですね、ここのライン、今ね、重要なラインですけれども、ここを抜けた後のね、展開、3つの、ね、重要なポイントがあります。先ほども少し、ね、触れましたけれども、8200ドルのラインですね、日本円でいうと90万円付近、まず、ね、ここで下げ止まるか、もしくは意識された値動きがあるかというところですね。で、ここで止まらない場合は、次に7700ドル、ここまでいくと80万円台突入ですね、85万円ぐらいの水準です。で、そこでも止まらなければ7400ドルですね。ここ7400ドルは日本円でいうと80万円ラインです。直近最安値ですね。で、ここを割った場合は、もう未知数ですね。はい。ただ、まあ、僕の動画はですね、毎日こうやって、解説しておりますけれども、まあ、明日一気にですね、この7400ドルを割るような展開っていうのはね、考えづらいかなと思っています。なので、まあ、ここをね、明日明確に抜けてきた場合は、その後の展開っていうのはね、明日の動画で解説していきたいと思います。で、ここを抜けた場合はですね、もう本当に、下落トレンドですね、間違いない下落トレンドが完成するというか、そういうトレンドが、まあ、明言できるというような展開になろうかと思いますので、そうなってきた場合はですね、ショート目線に切り替えて、しっかりトレードに、専念していくと。エントリーポイント、ショートでのエントリーポイントを見計らっていくっていう方向に切り替えていただければと思います。まあ、今もですね、ショートで完全に下落トレンドでね、ここの、緑のね、下落トレンドラインが意識されて、あとはですね、この短期の移動平均線とかもしっかりね、レジスタンスとして機能していて、もうこれ以上上に行けないというような展開にずっとなっているわけですね。なので、今でもね、こう下落目線っていうのは変わりないです。現に落ちてきていますのでね。ただし、2つだけ懸念点があって、ショートに入ることに対しての懸念点ですね、2つありまして、1つはここのね、8600ドルラインでレジスタンスサポート、レジスタンス転換が起きようとしていると、まあ、レジスタンスサポート転換ですかね、はい、が起きようとしているというところが1つですね。で、もう1つは、この
下降ウェッジになっていると。チャートパターンでいうと下降ウェッジのような形を作っているわけですね。ここで、こちらも三角持ち合いの一種ですけれども、まあ、そのちょうどねこの下値のラインですね、ここに今ね差し掛かっているというところで、まあ、そこのラインとですねこの水平線が重なっているということで、下値もですねある程度硬いんではないかなと。ここの93万まではね非常に落ちやすい展開だったんですけれども、ここからはですね、まあ、ある程度底堅さも見えてくるんじゃないかなと思います。見えてる一方でそこを抜けたら大きな下落につながる可能性があるというところはですねしっかり押さえておいていただきたいと思います。はい、じゃあ続いて、XRP の相場分析に移りたいと思います。はい、こちら、XRP リップルですね。リップルの4時間足移しておりますけれども、リップルに関してもですね、ビットコインと同じような値動きで今日ですね、今日の午後から一段と下げてきたというところですね。リップルに関しては、下げる前の水準が、27セントあたりでした。なので日本円でいうと大体29円水準で動いてたわけですけれども、そこからですね26セントまで下げてきて、今ね28円半ばぐらいで推移している状況です。でリップルに関してもですね非常に重要な局面であるっていうところをですね今日はね解説していきたいと思います。リップルに関しては、こちらの9月のね半ば頃に、大きな急騰がありました。一時ですね32セントを超えるような、値動きがあったんですね。はい、日本円でいうと、まあ、34円とか、4円を超えるような展開がありました。でその後ですね、はい、9月の25日ですね、に22セントまで、まあ、直近最安値ですね、まだ落ちてきたと。まあ、このあたりのですね9月のところあたりから、まあ、大きなですねそう三角持ち合いのような形になっているのが今なんですね。でちょうど今いるのが、9月の25日のこの最底値ですね。ここを起点とした下値の切り上げラインの、まあ、大底でいるという展開ですね。なので、まあ、ここの三角持ち合いですね、この青のラインですね、ここのラインの三角持ち合いが意識されるのであれば、ここからね、また上昇にこう転じてきて、ここの高値ですね、だいたい30セントとか、日本円でいうと32円とかね、2円から3円というところまでこう試していく可能性は、まだねあると思います。ここでサポートされればの話ですけれどもね。一方でここを割ってくるとなると、当然ここの直近最安値の24セントぐらいですかね、そのあたり、日本円でいうと27円とか6円とかそのあたりまで、2円幅ぐらいこう落ちてくる可能性があると。でその次ね、ここまでここでもサポートが止まらなければ、ここですね直近最安値の22セント日本円でいうと24円を切るような展開まで、見えてくるというか予想しておかなければならないというような非常に厳しい展開になる可能性があるかなというふうに思っています。リップルに関してもここ直近、見ますと、短期の移動平均線ですねがっちりこう、レジスタンスされているような状況ですので、まあ、ここから反発してですねこの短期の移動平均線を上にぶち抜いてくるっていうところがですね、まあ、リップル直近の課題かなというふうに思っています。ちなみにこの三角持ち合いのですね、収束ポイントとしてはですね、まあまだねわからないというか、まあ、この収束ポイントでどちらかに抜けるっていうわけではないですね。ここから抜ける可能性もあるし、まあ、この後ね上昇してきてそのまま抜ける可能性もあるし、ここはですね、まあ、読めないところではあるんですけれども、一応収束ポイントとしてはいつなのかというところに関してはですね、12月の21日ですね、またあと1ヶ月ちょいぐらい先になるんですけれども、そのあたりまでこう持ち合ってくる可能性は、あるかなというふうに思っています。まあ、リップに関してはですねここの直近最安値からこういうね明確なダブルトップを作りましたよね。明確なダブルトップを作っての下落ですね。やっぱりここまで明確に、ダブルトップを作られると、やっぱり市場の意識もですね下に向きがちになるというところですね。それに加えて、デッドクロスもですね完成しているということで、非常に状況としては悪い状況にあるというところですね。一つ救いになるのはこの三角持ち合いの、下値にいると。でここから反発されればね、またこの辺りまでの上昇は期待できるというところだけがですね、今リップルに残されたその道というか、希望になりますので、本当に今はですねリップルを信じるしかないというような展開ですね。でここを抜けたら、先ほども言った通りですね24セントとかね、あの直近最安値ここですね、この辺りまで落ちてくる可能性ありますので、そこまで下落したなら一旦逃げてもいいかなと。もしくは、まだねこのリップルを買い足そうという資金をね持っている方に関しては、この辺りから追加で、現物を投資していくと、買っていくということもですね視野に入れて、値動きをですね注視していただければというふうに思います。今日の動画はですねここまでにしたいと思います。こんな感じでですね移動平均線やチャートパターン、水平線ですね、そういったものを使いながらシンプルにですね相場分析をしていくということをやっております。
で、僕の LINE アットに登録いただいた方はですね、このシンプルな手法、どういうふうな考え方を持って、やっているのか、それからどういった時にどういうふうにすれば、実践で使えるのかとかね、そのあたりを解説したトレードマニュアルをですね、無料でプレゼントしておりますので、ぜひ LINE アットの方にも登録いただけると嬉しいです。はい、ということで今日はですね、ここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。